皆さん、こんにちは。人気のある女子アナで、昨今お金持ちや起業家と結婚する人が増えています。普通の人でも起業家と知り合うのは難しいのに、女子アナたちはどうやってそんな人たちと結婚できたのかというと、実は女子アナの神田愛花さんが、女子アナは合コンをしていると暴露したことがきっかけで知られるようになったのです。今回は女子アナたちがどのような合コンをして、また結婚に至ったりスキャンダルになったのかを掘り下げていきます。1. 神田愛花。神田愛花さんはお笑い芸人バナナマン日村勇紀さんの奥さんです。日村さんと結婚してから女子アナではなく、日村さんの奥さんとしてのポジションで、よくバラエティ番組に出ることが多くなりました。神田さんは明るく、良くも悪くもぶっちゃけるところがあるようです。2023年セキララアフロという番組で、現役時代は合コンにたくさん参加していたという話をされています。もちろん日村さんと出会う前のお話でしたが、当時神田さんは NHK のアナウンサーをされていたそうです。現在は NHK を辞めてフリーアナウンサーとして活動されています。 NHK というと報道などをイメージされるかと思いますが、神田さんが担当されていたのはバラエティ系だったため、あまり印象に残っていないという人もいました。 NHK というと報道系番組が多いのですが、神田さんは一切任せてもらえなかったという話があります。神田さんの服装はとても派手で、神田伝説と呼ばれるほどやら歌詞が多く、重い報道が多い NHK 向きではなかったようです。神田さんが行った合コンは御曹司などお金持ちばかりで、会社経営や株主の方も中にはいました。極めつけは神田さんの元彼がパイロットだったという話もあります。 NHK 在籍時代合コンをされており、 NHK というブランドは大きくチヤホヤされたと神田さん本人が語っていました。もともと先輩の誘いを受けて合コンに参加しており、食費が浮くからという理由で参加していたそうです。神田さんは別に貧乏だったわけではないそうですが、1ヶ月のうち何日食費が節約できるのかと考え、その結果16日という半月も食費を浮かすことになりました。男性目当てもあるとは思いますが、神田さんの場合はゲーム感覚で楽しんでおられたそうです。これに関してしくじり先生、 YouTuber のひろゆきさんとの対談で詳しく話されています。他の女子アナの皆さんも合コンしていたという話はありましたが、ここまで赤裸々に暴露してくださったのは神田愛花さんだけでしょう。余談ですが、日村さんとの出会いは合コンではなく、たまたま番組で共演されて知り合ったそうです。あろうことか、神田さんが日村さんを一目惚れしたということなので、驚きを隠せなかった人もいたことでしょう。似た木川クリステル、おもてなしの手話で一躍有名になった滝川クリステルさん、お名前も特徴があり、誰もが認知している女子アナの一人です。現在小泉純一郎元首相のご子息の小泉進次郎さんと結婚し、一児の母になっています。合コンとは無縁そうな滝川クリステルさんですが、実は進次郎さんと知り合うきっかけになったのは合コンです。滝川クリステルさんと進次郎さんたちは隠れ家的なレストランで合コンしていました。実は滝川クリステルさんたちの場合はかなり内密に合コンが進められており、合コンの話が出たのも偶然テレビ局の報道チームがいただけで気がつかれず、後から2人が鑑定会見にて付き合っているという事実を明かしたのです。鑑定会見前までほぼ一緒に歩いているところを見たことがなく、お忍びの状態で滝川クリステルと進次郎さんたちの付き合いが行われていました。交際期間はたったの1年という短い期間で、できちゃったコンでもあり、とても話題になっています。滝川クリステルさんのように世間に公表せず、デートですら1回もしておらず、結婚したというケースは本当に稀で、そのせいでせっかく合コン現場にテレビ局報道チームが偶然近くに居合わせたのに、気がつくのが遅かったようです。これに関しては進次郎さんが政治家だから、スキャンダルなどは避けたいという可能性もあります。三加藤彩子、カトパンという愛称でお茶の間から親しまれていた元人気女子アナの加藤彩子さん、明石家さんまさんのお気に入りと噂されていましたが、現在年商2000億を稼ぐスーパーのチェーン店経営の御曹司と結婚されました。カトパンはチェーン店経営の御曹司と結婚しましたが、過去に3人ほど芸能人と付き合ったことがあり、
いろんな男性と噂があった恋多き女性でした。目覚まし土曜日で共演していた中村光弘アナウンサー、プロ野球の片岡康幸選手、エグザイルの直人さんと噂されています。中村光弘アナウンサーは女子アナの小野陽子さんと結婚され、カトパンからの略奪婚だったのではと噂されていましたが、番組でカトパンがやんわりと否定しています。明確に付き合ったと話していたのは片岡康幸選手でしたが、お互いが多忙で別れてしまったそうです。エグザイルの直人さんと話題になったものの、直人さんが超有名タレントと不倫をしていたため別れています。その他メジャーリーガーのダルビッシュ有投手や大谷翔平選手とも噂がありましたが否定されており、特に大谷翔平選手からインタビュー時に恋愛のことをしつこく聞かれたため共演 NG にされており、こちらはガセネタと見て良いでしょう。明石家さんまさんとほんまでっか TV で共演されていた時に、明石家さんまさんがカトパンにデレデレになっていたことは視聴者の目から見てわかるものでしたが、こちらはカトパンから拒否されていると報道されました。実はカトパンが合コンをしたのはほんまでっか TV をやめてからだったのです。1週間のうち毎日合コンしていたという話もあり、相当気合が入っていたのでしょう。1週間のうち毎日と記載しましたが、1日1回ではなく、どうやら合コンのはしごをしていたようなのです。ほんまでっか TV のアナウンサーを辞めてから一気に露出が減ったので、暇ができた可能性があります。そこそこ噂はあったものの、結婚まではなく、それまでは出会いが多く結婚について真剣に考えていなかったのかもしれません。御曹司と知り合ったのは直人さんと別れてほぼすぐの話だと言われていますが、それほど結婚したかったのでしょう。御曹司と結婚したカトパンですが、実はその御曹司の元彼は同じ女子アナのデミズマイさんです。カトパンは初婚ですが、御曹司は初婚ではなくバツイチで子供がいます。子供は元奥さんが親権を持っており、そのことはカトパンも承知の上で結婚しました。現在はほんまでっかテレビに出演していた時よりも露出が減ったカトパンですが、妊活中のため仕事をセーブされているようです。読んでみずまい。カトパンの旦那さんの元カノで TBS 現役女子アナのデミズマイさんです。芸能人顔負けの綺麗な顔立ちをされていますが、デミズさんはまだ結婚されていません。デミズさんはカトパンの旦那さんと付き合っていた頃、人目をはばからず外でキスをしてスクープされていたことがあります。デミズさんとカトパンの旦那さんは結婚を視野に入れていた中で両家との挨拶を済ませていました。しかしカトパンの旦那さんはデミズさんと付き合っていたのにもかかわらず合コンに参加していたそうです。彩色兼備な女性が好みだったため合コンに参加していたと話しており、そのせいでカトパンの旦那さんと別れています。その後カトパンと知り合い現在に至るようです。しかしこれに関してはデミズさん自身に問題がある部分も見られます。デミズさんは帰国子女だったこともあり、異性に対しフランクに接した上でボディタッチを行っていたようです。本人が狙ってやっていたかは不明ですが、至近距離で男性の目をじっと見つめる癖があり、デミズさんを好きになった男性がたくさんいたという話もあります。デミズさんは過去に妻子持ちの元 TBS 社員の白畑翔一さんと不倫をしていました。当時を知る社員たちからは、明らかに誰の目から見ても2人がそういう関係にあるとわかるほどイチャイチャしていたようです。その後白畑さんはスーパーで万引きをしていたところを現行犯逮捕され、2人の関係が明らかになり、デミズさんはメインキャスターを降ろされる羽目になりました。カトパンの旦那さんと路上キスを激写されていましたが、実は別の方とも路上キスをしていたところを撮られています。極めつけは2015年おぎやはぎの小木博明さんがプロ野球選手と女子アナの合コンを取り仕切っていたという話がありました。交友関係が広い小木さんが聞いた話では、合コンに参加した人からどの合コンにも必ずデミズさんがいるそうです。仕切っていた理由は詳しく明かされていませんが、他の人がうまくいくように願ったか、または自分が他の誰かと付き合いたかったのでしょう。残念ながらデミズさん自身合コンを仕切っていたにもかかわらず、結婚まで行くことはありませんでした。デミズさん自身、もともと恋愛にはかなり奔放なところがある上に、自分は晩婚になるだろうと考えていたようです。現在アラフォーという年齢ですが、
まだまだ引く手はまたなので、言い寄る男性は多いことでしょう。ご竹内義恵、元テレビ朝日の女子アナで、現在はフリーアナウンサーとして活動されている竹内義恵さんです。ロンドンハーツが一世風靡していた頃、アナウンサーとして登場していました。現在はお医者さんと結婚し、二児のママとなっています。竹内さんは合コン好きでとても有名でした。ただ竹内さんの場合、遊び感覚ではなく、結婚願望がとても強かったようです。2018年、バスケット選手田臥勇太選手と熱愛報道がありましたが破局しており、その後すぐにおしゃれなミニスカワンピース姿で合コンに参加したことを報道されています。竹内さん的には結婚を前提に考えていたようですが、田臥さんの煮え切らない態度に幻滅し、別れてしまったのです。幻滅したからこそ竹内さんは、次の行動に移すのが早かったのかもしれません。竹内さんは男性の気を引くのがとてもうまく、合コンの席では酔っ払ったところを見せて、男性にボディタッチを行っていたそうです。基本的に女性からのボディタッチに弱い男性は多く、竹内さんに群がる男性はたくさんいました。しかし酔っ払ったふりは計算だったようで、合コンに参加していた男性が送ろうとしたところ拒否をされ、しっかりとした足取りで竹内さんは帰っていたという話があります。竹内さんにとってその男性には興味なかったのかもしれませんが、ボディタッチをしていても来るもの拒まずではないのかもしれません。合コンにたくさん参加していた竹内さんですが、現在の旦那さんと知り合ったのは友達の紹介だったそうです。この時旦那さんだけではなく、その他にも何人か紹介された男性がいました。その中で現在の旦那さんを選びましたが、その理由はお互い同じ結婚願望を持っていたことです。竹内さんは旦那さんとの馴れ初めを話していた時、いろんな人とたくさん会ったけど、本能的にこの人が好きかそうじゃないかで考えて、この人なら何があっても自分を助けてくれるだろうと思えたと語っています。竹内さんが選んだ理由は直感的なものではありますが、現在うまくいっているようです。田臥さんと破局報道直後、合コンに参加した後、竹内さんと宇佐美由香アナウンサーと一緒にいるところをスクープされていました。合コン後、竹内さんと宇佐美さんは近くのコーヒーショップに行き、合コンの反省会をしていたそうです。その時竹内さんは元彼について話しており、過ちであったと語っています。前の恋愛で苦い経験をしたからこそ、合コンにたくさん参加していい人を見つけたかったのかもしれません。結婚願望が強い女子アナはいますが、竹内さんほど慎重に相手を探す方は珍しいでしょう。六青木優子、元 TBS の女子アナで、現在はフリーアナウンサーとして活動されている青木優子さんです。大御所的存在のナインティナイン矢部浩之さんの奥さんですが、当時はとても話題になりました。清楚そうな青木優子さんではありますが、性の事情にはかなりぶっ飛んだところがあったようです。現在こそ矢部っちの奥さん、二児のお母さんという穏やかな顔をされていましたが、かなり肉食系だったことを番組内で暴露されています。矢部っちとは合コンではなく、番組共演した時に知り合ったようです。矢部っちと出会う前に合コンをしていたのですが、そのことについてホリエモンこと堀江貴文さんの番組で暴露されています。ホリエモンが言うには、外資系や証券会社などのお偉いさんばかりの合コンに青木さんは参加していました。ただホリエモンが言っていたこの話は、青木さんが女子大生時代の頃だったので、まだアナウンサーになる前のことです。女子アナになってから資産家との合コンをする人はとても多いのですが、青木さんのように学生時代で外資系などのお偉いさんばかりいる合コンに参加するのはかなりすごいことでしょう。当時の年齢も考えると、今でいうパパ活に近いことをしていたのかもしれません。いかがでしたでしょうか。今回は超有名女子アナの合コンについて6選まとめました。お金持ちや資産家と結婚までこぎつけた女子アナもいれば、番組で偶然出会ってお笑い芸人と結婚した女子アナもいます。女子アナは職種柄いろんな人たちと知り合うことや、他の人たちの人脈を使って資産家ばかりと合コンができるのがすごいですよね。面白おかしく語ってくれているのは神田愛花さんだけですが、いろんな動画で合コンについてアップされているので、気になる方はぜひチェックしていただければと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、また。